思ったより足に来てるな。なんとか転ばなくなったつもりなんですけど、まだ余計な力が入ってるんでしょうね。ごめんなさい、初心者と一緒じゃ思いっきり滑れないですよね。必要に迫られていろんなスキルを学びましたけど、スキーの技術って求められたことなくて。雪山って小説だとよく凝った事件が起きたりしますけど、実際はそうないですから。猛吹雪の山小屋で電話線切るとか普通に考えて自殺行為だし。どれくらいぶりかな、こんな風にただ楽しむことに一生懸命になるなんて。前はこういうの無駄だと思ってましたから。自分が必要とされるための足しにならないって。今考えると笑っちゃうな。一人だったんですね、僕。また来たいな。いいですよ、その方がその練習の効率が上がるでしょうしね。いや、練習になんないかな。そろそろ戻りましょうか。雪結構本降りになってきましたし。僕らのペンションがあるのってこの先をどっちでしたっけ。あ、その今日はあなたについていけばいいと思ってたからコース確認してなくて。いまいち自信なさそうですね。まあでもコースを外れてしまわなければどこかへ降りられるでしょう。なら早めに出発しましょうか。僕あんまり早く進めないですし。あの道、本当にこれで合ってます？信じてないわけじゃないんですけど、ここさっきも通ったような。遭難ですかね。認めたくないですが参ったな。これだけ新雪が深いと小さな川や崖が足の下に隠れてるかも。むやみに動き回らない方が。というか僕がそろそろ限界。分かってます。雪山で寝ちゃダメだなんて小説みたいだな。あんまり先に行かないでくださいね、僕不安で。見てください、あれ山小屋じゃありませんか。よかった、あそこならたとえ無人でもいろいろ置いてあるでしょう。暖も取れるかもしれない。行ってみましょう。すみません、どなたかいませんか。鍵が開いてる。どういうことでしょう。南京錠なんかは凍ってしまうので使わない場合もあるそうですが、まあ今は幸運と思うことにしましょう。まあ多少は大丈夫ですよ。建物に入れたんだしなんとかなります。携帯電話持ってませんか。迷ってる間に何度も通信を試してたら電池が切れてしまって。
弱ったな。積雪のせいでしょうか。電波が安定しないんですね、きっと。吹雪、収まりませんね。山の天気だし、長引かないとは思いますが、参ったな。いくら室内でも、これだけ寒いと夜明かしは危険かも。ちなみに、その、人肌で温め合うとかは、こういう場合、効果ないですから。あれは、服が濡れてるとか、片方だけ低体温とか、そういう場合で、誰も質問してませんよね。ごめんなさい。でも実際問題、温まる方法を何か見つけないとまずいですね。あ、この囲炉裏、よく見たら薪じゃなくてちゃんと木炭だ。よかった。これなら多少換気すれば使えますよ。あとは火を起こす道具ですけど、こういう場所の小屋なら多分。はあ、とりあえず一安心かな。人間が火を扱う知恵を持っていることに感謝ですね。これはその温まる上で効率がいいし、少しの熱でも貴重ですから。ここどこなんでしょう。歩いてきた方角はちゃんとペンションの方だったはずなんですが、吹雪が止んでも日没後の山歩きは危険だし、やっぱり一晩過ごすしかなさそうですね。不思議だな。結構ピンチのはずなのに、なんだか今を楽しんでる自分がいる。二人っきりで山小屋に一晩か。参ったな。この気分って吊り橋効果ってやつなんでしょうか。先輩、あの、今確かに光りましたよね。どうして。どうも。いえ、僕も行きます。原因を確かめないと。先輩、何ですか。突然本気ですか。いや、でもこんなところじゃ、何も今じゃなくたってダメです。そんなに入ったら。何やっとんじゃお前ら。大冒険すぎんだろ少年探偵。ストップ。その秘密を解き明かすのは早いくわ。皆さん、脱いでない。このクソ寒いのに何脱ぐ必要あんだよ。つーか花村先輩らテンション高すぎだろ。さっから何なんすか。幹事くん、聞いちゃうんだ、それ。なおちゃん、まさか、ギャラリーの登場を待ってたクーマ。見られたいだなんて、破裂しすぎクーマ。新しい自分に目覚めすぎクーマ。オッケー、ならクマ、最前列かぶりつきで。あの、どうも話が見えないんですが、助けに来てくれたんですよね。というか先輩方、いつから外に。もしかしてずっといたとか。いやマジでさっき来たばっかだって。ただ雰囲気的に入りづらかったっつうか。それつまり立ち聞きしてたってことですよね。いや俺らだって心配できたんだって。っていうか二人で揉み合って何してたの。それはテレビを調べる必要があって。テレビ？なんで？電源入ってないじゃん。いや
苦しすぎんだろ、その言い訳。言い訳って何ですか。嘘なんて言ってないですから。調べる途中で先輩がテレビに入っちゃいそうになって。何なんですかその目は。つまり遭難してたどり着いた山小屋で良さげなムードになっちゃったと。全く聞く気ないじゃないですか。電源が入ってないのにテレビが光ったんです。真夜中テレビはもうないんだし調べないと。大体そんな不純な動機で命に関わるような山奥まで分け入るはずないでしょう。ここ私たちのペンションのすぐ裏だよ。物置なんだって。昼間はアルバイトの人がちょくちょく来るから鍵は閉めないみたい。別に外吹雪じゃねえし。テレビ何か映り込んだとかじゃねえの。さっきゲレンデにナイター照明ついたし。そんなバカな。まあでも直人くんが嘘言うってのもなさそうじゃん。せっかくいるんだし私らもテレビ調べてみよう。おいちょっと